はい皆さんこんばんはマッキーの「ドッカンレディオ」の時間がやってまいりました、えー、本日は収録放送となっておりますあのですねもうもう,始まっまも,う <laughs> もう始まっちゃってるんですよね何ん <laughs> もう,もう多分ね声も今入ったんで<ら>いやもう早速今日も素敵なゲストさんにいらっしゃっておりますゲストさんどうぞ 岩瀬敬吾です。はい、岩瀬敬吾さんよろしくお願いいたします。そして日付です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ヘッドをつけなくていいんですか。ああ、まあまあ、なんか僕だけめちゃくちゃ気合入ってる人。大丈夫。大丈夫ですよ。必須の D.J. かな。俺のみたいなもう高層がつけちゃう。いや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 。さあ、あのですね、えっと岩瀬敬吾さん、こん今回で三回目の。そうなんですよ。

岩崎英吾さんに前回の背中を押していただいて崖からそして崖に落ちたっていうねでも崖に落ちたんですけど這い上がりましたねささすすすががでねちゃんと告白をしてその時好きだった素晴らしいおかげで崖に落ちたんですけど次に進めたっていうことならしいそんなとんとん拍子に。 まあ、とん、まあ、少し時間はかかったんですけど、で,でもよかったっす。あれがなかったら、きっと進めてなかったと思うんで。誠実さこそですよ。<laughs> そうですよね。いや、僕、だいぶ誠実。え伊豆健さん、<あ>誠実なんですか。誠実がもう服を着て、長崎からやってきたん,んです。<laughs> <laughs> 沖縄に入った瞬間に、確変するでしょ <laughs> <laughs> あ、そう、さっき沖縄に着いたばっかり、お二方そ。そうなんですよ。 でも朝早かったですよ、自分、も10時の飛行機だったんで、あっ、もうじゃあ、8時ぐらいに空港にいました。前日はお仕事でして、神戸に行きました、神戸でライブをしてて、それも急遽決まって、あっ、そうなんす一日、移動日で神戸あたりに泊まろうと思ってたんですけど、神戸空港から出るんで、はいお金稼ぎたいなと思って、あ、まあ、確かに、お金大好きなんで、僕も大好き。 神戸で久しぶりにあ神戸で歌いたかったのは一番大きいんですけどうまくね提供してくださる場所があってダイスキッチンさんダイスキッチンいいところですそこで歌ってで今朝起きてはい来ましたあっじゃもう朝すごい早かったんすね朝はまあ6時半ぐらいで僕起きたの5時半とかですよいつ今日今日今朝5時半に早いの早いっすね福岡まで移動しなきゃいけないから長崎から そうそ2ー間 2> 言うもでも昼ぐらいの飛行機じゃん。そうですねやっぱ余裕を持ってついていたかったんですよね,な,るほどねなのに最後に乗乗っ乗りましたけどね呼ばれて、ね、余裕を持って行ったにも空港行ったにも変わらず「お疲れさって言われてスカイマークスカイマークはあ,あのねその定時出航っていうのをめちゃめちゃプライドとしてプライなんかねすごくプライドとして持っとってで、はい、もう大体他の航空,空港航空会社送れるでしょ、うん

いやにに荷物だけ行っちゃうと思いす。<laughs> 荷,物荷物だけ。っ本人が届いてないっていう状況が余裕を持って行ったはずだったんですけどね。うん。15分ぐらいだったら許してくれてるけど。うん、バスだったの？のバスで国際線。え、いやいやバスで国際線について国際線から国内線にまた連絡バスで行って <laughs> そこでまた1時間前いてたんですよ。うん、<で>待ってた。もう余裕を持って。 あの出発ゲートみたいなんでしょ<あ>そこからバスに乗っていくあえそこはもうゲートは越えてました搭乗口うん、うん、検査場は越えて検査場の中で。 なんかいろいろトイレ行ってなんか静かなるドンをスマホで見たりとか <laughs> 静かなるドン <laughs> めっいやもうなんか暇やなーと移動中にもうずっと <laughs> 中山秀ちゃんが実写でいやそうなんですよ,ですよねいや今更ながらなぜこうなったかわかんないんですけどずっとなんかアマゾンのなんかその Kindle アンリミテッドみたいな読み放題のやつで、ね、静かなるドン読めるんじゃ読めるんでじゃでも四巻までなんですよ。 っとするあとは全部有料なんで全部で何貫めちゃくちゃあると思いますよいけないのは中華料理屋行ったら全巻置いてあるねえっ撮ったサラリーマン金太郎も全部ったあそれ全部読みましたサラリーマン金太郎も面白いっすよねもう実写が見美味しい。 <laughs> いいっすね僕前回前々回は知らないんであれなんですけどこん,こんな感じでいいんですか <laughs> <laughs> あ、本当にこんな感じですそうなんだ<う>20分後ぐらいに記憶がゴソゴソし始めたら、前回は前回はねあのまだ見てないって方がいらっしゃったら前回の放送も YouTube の方でマッキの読ッレディオで検索していただければヒットいたしますので、うん、ちょっとね グご覧のとおりドラゴンボール大好きでそうありがたいことにありがたいことに、ね、<laughs> <laughs> <laughs> 僕は何を言ってんだっていうねちょっと勉強が足りないそうそうここではもうドラゴンボールタレントとして結構やってて誰が一番好きなんですかキャラクターはやっぱり悟空ですね悟空誰が、うん、誰ですかえー、でも悟空あ悟空かな空ブルマとかじゃないですかブルマ ああブルマではない声優さんなられななましたもんねそうなんすよい悲しいですよ、ね、もうちょっと悲しかったです本当にあに運転しててちょっと心臓の方横に停車してもうそのまま、ね、いやご冥福をね、まあ、もう去年ですかねもう去年ですね去年うでも別の方になったんですけどちゃんとブルマって感じで 何か違和感があまりなかったんです。<ー>でも、俗、そんなにアニメーションやってたけど、長くね。うん、もう、その。ブルマを引き継いだところで、この先ブルマを。が新しく。はい。ブルマとして喋る機会って、ほとんどないんじゃないですか。そこまではないと思います。ま新作もないでしょ、だって。そうです、ね。ロゴンボルスーパーの次はあるわけじゃないでしょ。はないですね。 まあ、だからブロリーの時は劇場版でもう新しい声優さんだったんですけど,どそ,そこまでまあシーンが登場するわけでもなく車といえばねやっぱこう、ねうん、最初の「ドラゴンボール」からずっと見てたわけじゃないですか、うん、見てましたね槙さんおいくつでしたっけ僕35歳ですねなるほどえじゃあ同じ年いくですか今36です <laughs> <あ> <laughs> 伊豆イさんと僕同級生、ね、同ぐらいですね

悟空のモノマネじゃなくて野沢雅子さんの真似する人あのお笑い芸人でアイデンティティさんですか。アイデンティティ僕見に行ったことあるんですよ。あそうなんですか。長崎に来たんでめちゃくちゃ面白かった。そっくりやもんね。そっくり引いちゃう。あそうでもないんですか。いやもうそっくりすぎてだからもし目をつぶって声だけ聞いたら多分本人と間違えるレベルかもしれないですね。だからまああんまりそのあんま良くないことですけど後がとして。 まあねまあそう,そうル,パンルパンの流れですよねあ栗田海一さん栗館さんの万が一っていうう80を、ね、超えられてるわけですから、うんはい、圧倒的にやっぱこうできることも減ってくるというかうんやっぱ僕らがアニメ見た時ってもう30年前でしょそれぐらいですね「ド、ね、ラゴンボー、うん、がスーパーサイヤ人になったの小学校6年生だと思うあそうなんですかなったなった もうじゃんもう次の週ですよ。学校じゃあもう、はい、みんなドラゴンボールね、はいうん。やっぱりやばいぞあれとどういうことだとあのなんだ衝,衝撃受けますもんね。衝撃だったよ。衝撃的、うん、なんか色なんか色がね。カートダス流行っちゃったしね。ああやってましたね。当時流行ってましたよね。か、うん、ったかった。 今だったらレアなってるんじゃないですか。あの激レアで値段とかがあるんかね。うちにもないと思う。けどもっとっていうの人もいるおるしれないと思うよ。うん。ブク術練習しませんでした。したかも。いや子供の頃いや絶対なんかややれるんじゃないかと思って飛びたい人は増えた。うわっつって飛びたい人は増えた。増えあと壁ハメはいつから出せるんじゃないかなみたいな。壁ハメはとレーガンは練習した。優遇客車。

やっぱり悟空に対悟空だとどうしてもやっぱり悟空きれいなのかね綺麗純粋粋はじゃないですか素直素直ですよね大人になっても素直だから多分強くなっていってるめちゃめちゃこの辺あんま踏み込んで長くなる今ゾーンを見たねあんまりこう長くなるかもしれない長くなるゾーン止まらないかもしれないしまですねいえいえあのねそう 最近、あの、岩瀬さん、お誕生日だったじゃないですか。すね、おめでとうございます。なんも,も,もです。いいす、いいすよ。いいすよ。であの、僕、ツイッターで、はい、ちょっと、岩瀬さんの誕生日の日に。ツイッターって、誕生日の時って風船が飛んでるじゃないですか。あ、岩瀬さんに、ちょっと、コメント、しようかなと思ったら。ちょうど、岩瀬さんが、なんか、水っ走。こ <laughs> <laughs> こに伏せた。大変でしたよ。もう。どう、やばかったですか。大人の水暴走、大変ですよ。一、うん、週間以上、四十度近く,続く。えー、えー。 一応、解熱剤飲むんですけど解熱よりも頭痛がしんどくてアスピリン系飲むとラ病という違う病気がなる可能性が高くなるみたいでややこしいか別の病気になっちゃうみたいそうなでアスピリン系飲んじゃだめでのたうちもある痛さと水をいっぱいできるし顔に顔もお腹もいろいろできました。 これは何か原因とかは。ええ、まあ、原因はその、こう、ツアー中に、はい、ええー、お子ちゃん、ツアー先のお子ちゃんからいただいた。あそう。大事なプレゼント。そう <laughs> 丁寧に二週間。誕生日プレゼントみたいな感じで、花開いた。お誕生日ぐらい。<laughs> <laughs> そう、で、この見た時に、これ。 メッセージ送るのはちょっと不謹慎だなとかいやいや送ってよかったんですけど一切返せなかったですよ、うん、まあまあそうですよねもうなんかそんな気力もなかったですし、うんうん、僕もしばらくして帰ってきた気がしますで,、うん、で見てたらなんか本とかその時映画とかを見てたみたいな、うん、そうだねあ,あのそうですねいろいろ、うん、そんぐらいしかないんで iPad をこう横に置いて <laughs> はいいろいろ見たり、まあ、調べ物したりとかはいそれもだいぶ元気になってからですよ、うん、やっぱこう感知するまでで出れないんで 入院も勧められましたけど、入院はもう入院は無理ですって断りましたね。うん、ちょっと無理なんで。はあ、まあまあ確かに残りますねその年の誕生日というか。いやいや人生なんてそんなことの繰り返しで大したことだと思わないですけどね。え、うん、でも良かったっす。何がですか。あの無事大丈夫ですよ。もうありがたいっすありがとうございます。全然大丈夫ですけど <laughs> 全然大丈夫です。なんかまあその。 こう学んだことが多かったのが、うん、まあすごく個人としてはもうやっぱ資本体が資本だなっていうのとあともう少しお金にがみつく意見とちょっと帳尻合わんなと思ってうん、うん、少しこうもう少しこう稼ごうという気持ちであ <laughs> 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 逆に気持ちがそう何とかも。 あれから毎日、も自動販売機の下と。<laughs> <laughs> 全部見たこと。そす。そこですか。一つでも毎日進むにため。<laughs> まあ、前には進んでますよね。よ飲み物ぐらいはね、まかなえますよ、一日頑張れば。たまにありますからね、本当に。ラッキーな時はね、あの、四百八十円とか、あの、五百円玉。三百八十円、五百円玉入れて、ちょっと取り忘れが。ある時とか、ね。いいすね、たまにね。そう。いいですね。 いいすや僕たまにわざとやる時あるんですよどういうことよお金生産なんか駐車場とか生産するじゃないですかはいあえて100円と置いていったりするなんでよなんでですか次の人ちょっとやっぱ幸せな気持ちになれるかなと思っていやラッキーあっでもそれでもいいです俺たまにかみしめるとちょっと置いとったら面白いかなと思ってたまにねなるほどね 優しい優しい優しいすぎていつも沖縄来ると変なホテル泊まるそうなんですか優しさが優しさがそうですね伊豆県さんは沖縄は何回目ですかもう何回目毎回一緒に来てますよなんだかんだいや僕沖縄は毎年慶子さんと来てストリオでも今回もねツインのホテル取っといたんですよはいでもまあ伊豆犬も別の安い宿取っててはい いやな何とかしてキャンセルをしようと今 <laughs> 全然いいですよ僕か安かったんでついにうん全然3日間いいですけど沖縄は僕めっちゃ来てますそのライブもそうなんですけど、はい、ライブだと、まあ、ゆっくりできない時もあるんでプライベートすごいとこ止まっとったよねカーテン式ってなんか去年のとこもそう去年のとこは結構すごかったですよあのゲストハウスであゲストハウスですねただその扉荷物があるから 扉、鍵付きがやっぱいいいじゃなでで、すか鍵付きのとこやったんですけどこれ全力でバーンと押したら壊れるだろうなっていう扉やったんですよ。なるほどでももうほんとんかめちゃくちゃ狭いところちょっとした石ですぐ壊せるような。っていうところやったりとかなんかいろんなあとはもうあれですよねベッドとベッドの間に寝てみたりとかありましたよね初年度の時ですねあれはノロスって来た時あれノロスの時まあほんとはこういうことはよくないんですけども本当に宿がんか。 いろいろ早い時期で僕らは早めに取ってたんですけど、じゃこっそり入って、まあまあまあ、休憩ぐらい、そうだ休憩ですよ。皆さん皆さん休憩ですからね。休憩をするぐらいの、休憩中に外出ちゃってオートロックで、やそう。大変だった。思い出した。そんなこともありましたが、何度も何度も重ねてきた経験が今回も沖縄に。 我々、うんね、来てやっぱ少し、うん、でも行かせれたらなと思うんです。そうですね。僕は沖縄はやっぱこう,ぱこう,うなんか去年バンドできた時ははいあのなんていうんだろうなキッチンも洗濯機もなんかいろいろついてるちょっと長期滞在型のそういったところが結構安くはいあって、うんはい、普通のまあ普通のホテルよりもそこにとめ泊まってますね。あそうなんですね、うん。めちゃめちゃありがたいです。 いつも別なんですけど僕はそうそうと自分が泊まってるところをすぐ後にしてお子、はい、さんが泊まってるところにいつも遊びに行ってうん、うん、朝からとりあえずなんかうわあビル持ってったりとか <laughs>、ね、とり明日と明後日のホテルキャンセル気まんまじゃんも,んも,うもうキャンセルする気まん <laughs> キャンセルを、うん、して岩瀬さんのとこにといいっすねそう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 なんですよあの前回僕があの お二方最初に会った時が所作バ,、うんはい、バーであってはい所作さんそう所作さんねさんまあまあその、うん、マンションのたねあれが更地になるってことマンションというかビル取り壊しで所作、うん、バー所作バがなくなるとそう仕方なくもう、うんでね、書さんも気持ちが、うん あればねもう一回って思うかもしれないですけどはいあってね愛着がただ湧いてたもんでそうあの場所は何だろう特別な空間もあり、うん、そうですねで初めて行った時に岩瀬さんと伊豆健さんにそこでお会いして初めてご挨拶をしてっていう何だろう出会いの場所というかあこのあの空間がね何だろう<や>不思議な僕すごい好きやったんですよねうん で今回もねん当は小作さんとこにお世話になりたいと思ってたんですけど、うん、もいつなくなるか分からないみたいなことでブッキングは叶わなかったんですが結局ライブを決めたとしてももうお店はない状況になってたので <laughs> そうなんですよね、うん、時期的にそうまねまあそれはそれで、ねうん、出会いとしてそうですね、うん、でこの,その数日後にアウトプットの方でこの岩瀬さんのこのバンドのライブ、うん、去年ですんです、ね、でその時に 僕見てたんですけどで井漬さんも歌ってて、うん、でそのアウトプットさんももう移転という形でねそうですね、うん、いろいろなんかこうそういう時期に差し掛かったのかもしれませんね。 壊れやすいみたいな感じでもうちょっとねアウトプットがそうそうそうそれで地割れがひどくて<ー>そ,ううそれでも仕方なく耐久性的な問題が起きる感じで,地下でもそうなんですねそそううみたいですよね上津さんもねもしかしたら近々このラジオに上津さんもまた来ていただく感じで上津さんね まあ元気そうで,元気そうですか <laughs> はいめっちゃいやポジティブな方だ,だと僕はすごく思ってますけどうんいやほんと去年も一昨年も僕はアウトプットで歌わせてもらってるので、はい、まさに慶子さんと一緒に来てアイドルああウ津さんっすか、うん、あウ上津さんがね今プロデュースしてるアイドルさんがいるみたいでそ下田とウエズさんで <laughs> <laughs> ああの下田さん妖怪 <laughs> これで毎回僕下田には感謝してて、うん、あの岩瀬さんをこの「ドッカンラジオ」に来ていただく際にまず下田に通しそうす僕も下田君から連絡んれがそう毎回そういう流れでちょっともしよかったらスケジュール都合合えば。 岩瀬さんね来てくれないかなって言ったら「分かった聞いてみる」みたいな感じで <laughs> あのマネージャーみたいな感じ <laughs> 確かに塩田君が結局 <laughs>、ね、<laughs> ユリイカさんでライブするのも「や,やろうよ一緒に」いや「いやいいっすわ自分」みたいな感じでやろうました、ね、<laughs> んですか <laughs> あやよかったら一緒にやろうよって言うたっすけど、はい、断られましたね危険な橋は渡りませんみたいな <laughs> <laughs> そうなんですか <laughs> 分かんないですけど。 彼も同い年ですよね <laughs> 下田君も3536世代であ<の>下田さんと岩瀬さんの最初の出会いってえっとね、えー、と東京の新宿の歌舞伎町にあるネキトロフトのイベント、はい、沖縄のイベントまあそこで上エさんがね店長なさってたんで,昔そうですが、ね、その縁でそこでイベントをやって、うんはい、そこの司会という形で沖縄から一緒に来たのが。はい <laughs> 下田は司会だったんですね司会的な、うんまあいまちょこちょこ歌ってらっしゃいましたけど <laughs> でもいやすごく一生懸命僕は大好きになってしまってうん、うん、でそこにいろんな方もいたりとか、はい、出演者もいたりとか出演者もみんな素敵な人でしたし、はい、で下田君もなんかその出演者にちょっと重い掘りちゃメだめなの <laughs> <laughs>、うん、とかな、まあ、そういういろんなこう、はい、なんか。 感情が入り乱れたその素敵なイベントに、はい、僕はいいなとここ参加させてもってよかったなみたいなところがあって <laughs>、はい、そこからまあ私もだっくと連絡を取れるようになってって、うん、いうことですかねあれから3年ぐらい経つと思うんですけどあ3あ3年前ぐらいだったんですねそうだと思いますそらいだったとで僕と下田も下田は最近割と最近なんですよ、ね、出会ったのここ年ではそうなんで、ね、<ー>こ,こ今こ この場所というか、うん、伊豆県さんにもつながって、うん、岩瀬さんにもつながってこう広がっていってる感じで、うん、あんまり水広がりじゃない広がりですけど我々 <laughs> は <laughs> <laughs> 閉じこもっていくやつ <laughs> 閉じこもっていくやつね <laughs> 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 1>, <laughs> 1月会いましたよ 下田あ、そうなん僕一月普通にライブ見に来たんですよ沖縄にそうなんですか十二月に去年なまた九月にライブしに来て十二月にもライブしに来てうんまた一月にも僕ライブ見に来たんですよ見に来た見に来たんですよえと下田さんのいやじゃなくてあの紅茶夫婦あ紅茶ライブ見に行ってでその時下村もライブしなかったんライブ戦かったライブしてないですもう本当にもうぺっぺって言って行って帰ってきてなにそのフランクの沖縄の使い方いやもう T V から大先に行ったと思うな 一歩先に行ったんですか？ギターもモダンときおるっる、フラットきてますね。一度もないわ、ギターもモダンときたことなんか。そうですね。仕事で来てるんですから。全部。うん。もおなプロスイングス。プライベートでも来たい。マッチ、沖縄。一歩先に行ったと思うな今だと沖縄は安かったら。

まだ言うたもう、うん、かかと落とし追い,追い込まれて追い詰められましたね <laughs> 追い詰められた <laughs> そうライブそう今回も今回もまあツアーで岩瀬さん全国を毎度毎度回ってらっしゃって、はい、その今タイミングが沖縄そうですねで、まあ、放送が流れる頃には、うん、まあライブは終わってはいるんですけどえっと場所が今から やる場所っていうのがユリイカさん。ユリカさん、ちょっと初めて行く地域ですけど、あの看護大学のすぐ下の方ですか。はい、看護大学。看護学ね、そんな感じだったんね。うん、うん。そうですね。沖縄。沖縄の看護、そういった看護的なことを。明日はですね。はい、これまた那覇市内なんですけど。うんうん、えっと <laughs> <laughs> ヘルズサカバ。そうだそうだ。ヘルズサカバ。 お誘いくださもともと決まってたのがそのあさってのお店で浦添のグルーブそうですねそっちがもうあって来られるんですよねってことでそのヘルスサカバの方がご連絡くださってって、ねはい、なるとじゃあもう一日やりたいなって欲が出て25日っていう、はい、あという上からトン,トントントンという感じだったんですけどそうなんですね、はい、もしかしかたら僕浦添えの方は見に ぜひぜひぜひあのうちの姉貴が岩瀬さんのライブ見たいって言っててもうちょい YouTube 見てたみたいでそうですかこれですかもしかして何 <laughs> すかあこ,のこの放送で、ね、この放送ったありがたいなのか何なのかじゃ,じゃなんであんた岩瀬さんラジオに呼んでんだよみたいなすごいねみたいな。 感じになってて、私見たいよみたいなライブ、はい、じゃああの裏添えでライブするよみたいな話をしたら、お、うんうん、じゃあせっかくなんで<お>ぜひお姉さんの友達にいっぱい声かけといて、言うといてください。うん、はい、もう百人ぐらい来れたらいいですね。はい、もう言うことはな,い、ね、<laughs> 100ない。百人入る。百人ありがたいです。僕ら出ますね、三日間全部一緒なんで。うん、あ、三日間全部全部一緒です。全部一緒です。 <laughs> なんなら来週の東京も一緒です。あ、そうなんですか。はい、そうなんですよ。お世話になります。そうなんですよ。いいですよ。その分、長崎で貯まりますか <laughs> ああそうですね。あのー、地元で,で。で、で、月、あの月じゃない。年に二回ぐらいは来てもらえてうん。もう長崎に来た時は何だ、なんなら美味しいもんとか。すごい。 なんかそんなにそんなにいいよね酒のつまみなんかくそうですね翌日ちょっと昼ごはんちょっとちゃんぽん食べたりとか長崎ちゃんぽん美味しいですよしいですよねおしいです本場のは食べたことがないですけどよく長崎ちゃんぽんとかお店とかでは食べるんですけど沖縄のちゃんぽんとはまた別のものでねうん沖縄ちゃんぽんもね大好きです美味しいよね大好きです沖縄もねまた腹減ってきましたねあまだそうですごはんは

まあ仕方ないですよね。まあまあそうですね。しかたない。セットみたいなもんですから。ほぼね。まあ別に頼んでくセットじゃセットみたいなもんやった。もはやセットみたいなもんセットセット。間違えちゃったの。セットかと思って。これとこれ。そうそうそう。セットじゃない。後から気づいたんですもんね。あとで気づいた。あれメニューの書き方が悪いね。うん。まあ仕方ない。タコスね。沖縄のタコスもね。 結構でも全国区で今タコスがある感じですよねそうですねタコス自体はメキシコ料理なんでねタコライスはねオリジナル沖縄のねそうなんですよあの僕ちょっとせっかくなんで今日なんでお菓子もしよかったらスパイマンの方スパイマンってお菓子のくくりに入るのお菓子つまみなのかなもしよかったら沖縄ですか沖縄よはいそうなんですかスパイマンは沖縄ですよえね だから種は、うん、あのちゃんとでこしばらくしゃべれんくなるしゃべりましょう, <laughs> そう酸っぱいですか <laughs> <お>おすごい味わってるどうですか伊豆健さんあいやうまいんですようまいんですけど、うん、なんか,後から最初は、はい、あれそうでもないじゃんと思ったんですけど、うん、後からうわってピクってのあのこのパッケージを見たら酸っぱいマンっていうヒーローがいるんですよねほんとだいやしかもなんか意外とリアルなヒーローなんですよ、ね、これ絵が。<laughs> CM の方で結構出てたりして、えー、あでもこれ好きだよかったっすすごい今岩瀬さんがすごい味わってます <laughs> どんな感じでしょうか <laughs> 種でけえ種なしと種ありがってあそ,う、ね、そうそうそう2種類やってうまいあ,っぺあ,ありがとうございますこれ種はある派派ね仲い人もいますよ、ね、今いると思います まあ飲んじゃう方も中に割って<え>、いやもう、ね、歯が欠けそうでういい、硬いので、<laughs> <laughs> あのなんだろう今音のやつって流行ってますよね。なんか噛み砕く音とか、そう尺、ん、音、そうそうそう。それが今ちょっとラジオで一瞬伝わってるのかもしれないです。そんなもん流行ってんの？今なんかお菓子がバリーンとか、うん、なんなんだろなんでした？いろいろありますよね、うん。ありますあります。なんか。 女性の方が噛んでる音がすごくいいとかそれはきれいな人だからうですんか綺麗な人がかん方とかねかん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 ちゃんと所かがしっかりしてる人。うんそんな確かにちょっとって思う人いるでしょいますいますなんかね話すする人いるじゃないですか電車とかであいますよ豚うん。こんな感じですか大嫌い あ、そうなんすね。僕はね。はい。あれも、でも好きな人よるんかな、どうなんすかね。いや、でも、もしかしたら。中には。音フェチ。的な感じで。中には。ちょっと季節の移り替えとか、豚鼻だらけですよ。若い子から。はい。若い子に多いのかもしれないですけど。うん。豚鼻。豚鼻ね。嫌なんすよね。まあ。ね。うん。 前に <laughs> ラジオでねあの酸っぱいままをでも吐き出すわけにもいなすくかずっとゴモゴモするしかない、ねうん、どっか吐き出すそう今僕が差し上げたのはいいんですけど吐き出す場所がないっていうまあなんとかするっしょまあなんとか、うん、今日の航空チケットみたいなはい岩瀬さんが今持ってる航空チケットにインさせます <laughs> これをじゃあ1名様にああのあ 番組を聞いてくださってる一名様これでも本当に応募はもるでも多分リアルに応募してくる人いますよやめなさいこれダメですね時間がねちょっと経ちすぎててそういう問題違ういや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 もういいっすすね元気でかじゃあこもはいこれはあの 今から使う航空チケットではないですょうかそんなそんなそんな暴君かどんだけ攻めていきとんのう僕もそうです元気ですあのあれから半年半年周期で岩瀬さんが来ていらっしゃってて大体9月3月9月ありがたい確かにフランクに来たいですよ僕だってそうあの伊豆県さんみたいにもしかしたら 2か月後ぐらいにフランクに伊豆県さんだけ来てたりしてラジオに<き> <laughs> だって年内また来そうだもんなフランキー泉がフ,ランフランキ年内だったらもう3か月以内ってことですよね今9月なんでまあそんな感じですよね来るとしたフランキーミですからフランキー泉でも去年12月にライブやった時もその9月に一緒に来たとことがきっかけでまたその12月も決まったんですよ、はい、うんじゃかなり可能性はなくはない 僕の12月は空いてるんで僕の, <laughs> 僕の12月勝ちって言おうとしたらちょっといやいや僕はまだ今の <laughs> スケジュール空いてる <laughs> でもあのもし12月にもし来るんだったら僕の方に DM していただいたらあのスケジュールは調整なるほど伊豆県ドッカネディオが伊豆県ドッカネディオなんで僕の名前が「伊豆県のドッカネディオ」<laughs> <laughs> でも逆に僕がゲストでちょっと何のこっちゃわかんないですよ。<laughs> まあまあでもそうそう半年の間にいろいろね沖縄にもんだろう台風も来てたしちょうど台風当たらないですよね僕ら運がいいというか、うん、本当に、うん、9月とか、ね、すぐ当たりそうなま季節ですけど、ね、時期的に言えば本当に9月がでもまあ先,々先週かなにちょっと暴風域入って。うんはい まあまあちょっと外出はできない状態だったんですけど1日でそう台風は去ってまあ千葉の方がちょっと大変でしたいとこが僕、千葉に住んでてそう連絡したら1週間停電してたみたいで,で屋根も吹っ飛んだといやこれはやばいなとまあ一応まあもちろん無事でなんですけどやっぱ台風とかはねちょっとまさかこんなに被害が。港町なんでねどうしてもその どうしても古い、ね、家も少なくなかったでしょうしうん、うん、そこに直撃したみたいな感じだったんじゃないかとは言われてますけどねそうですね、うん、これこんなになんですかね例えば1週間も停電すると大変本当にまあ大動脈がぱっつり切れちゃったんでしょうねうん、うん、鉄塔とか倒れてましたからそう。1週間できない 一週間は本当に、しかも自分家だけじゃないわけじゃないですか、その地域全部なわけですよね。そうですよ。一週間電気代のしんどいな。で、車とかで充電するしかないですね。あ、そうですよ。車で、だしまあ夜はちょっと寝苦しかったりとかもあるし。バッテリー買いに行きますよね。まあ、とりあえず。そうですね。ある程度、ある程度の。でも、おじいちゃん、おばあちゃんとか、本当大変ですよね。 大変よ俺たちが社会的なこと言うたらほんまにもっと言うべき人がおるじゃろうな思いながら今しゃべるそうですねまあでもまあ誰よりも心配もしてるということでもうまだね停電しろとこもあるみたいだしそうなんですねもうでもだいぶねもう良くなってきててでも屋根吹っ飛んだら嫌じゃろう嫌よ俺今は僕だから何度も千葉行ってるんで「あの屋根が吹っ飛んだの?」とか思ってああ マジかかやるけども、はい、けどもよ。けども。まあ、どうなんだろうね。普通にまあ今、地震保険、って地震保険違うわ。その火災保険って必ず入るでしょ、家建てると。はいで家買ったりとかして。うん、それに台風とかって付属してるもんなんかね。台風かか台風の場合は、地震はだめでしょ。別で地震入らんといけんじゃない、はいうん。台風…台風 そそそれでで保険賄えいだけどねねう,ん、そうそこが、ね、国の補助は出っとるみたいに全開なくて半壊とかの一部の,あの一部だけでも壊れたということもちょっとサポートしましょうかみたいなニュースにはなってたけどね、はい、ただそれはそれでだけどそれは多分保険に全く入ってないとこ対象なわけでしょだから保険に入ってる家っていうのがどこまであるかっていうことなんじゃないそそうですね火災保険入っとけばその 台風もか、うん、まあ火災と台風も両方巻きになるっていうことであれば、まあもちろん気持ち的には安心する。<心>うん、なんある程度しのいでいけば、まあいつかちゃんと元に戻るっていう気持ちうん前向きな気持ちにはな,るなれますね。うん。どこまで保険がね、そう適用がねしてるかっていうことでね。こういうのはやっぱ改めて調べてみと意見もんですな。そうですね。自分たちが入ってる保険的なの。 こう改めてなんだろう、今まで、ね、な,んかなんとなくだったのがもうちょいちゃんと見てみないといけないなっていう,、うん、うこの間だって俺ワンマンとかワンマンマと、はい、あとイベント2つ吹っ飛んであのインあの水ボス、まあ、いろいろ入院保険とかい,ろい,ろいくつかあるけど入ってる保険ってそこにオプション的な,なんかちょっとあるじゃん。 別にオプション自分でつけたわけじゃないけどうん,うんまあなんかでまあ劣化するとかそれに近いことはい,はいはい、うん、車だとほら外で怪我して、うん、乗ってない時もサポートみたいなのがよくあって、うん、そういうのでなんかないかなと思って調べたけど結局そこをサポートすることになってあそうなんすね、うん、でもあるんだよそういう保険も、まあ,あ <laughs> じゃあ、うん、その時だからまあ 水ボソなってみてあ,あそういう保険もあるんだなっていうだそうだねただ継続してずっと保険払うわけにはいかないからまあそうですよねそんな,そんなね本当に鳥のフンとされるのも確率は少ないようなもんでうんあそれぐらいのねイメージ例えばじゃん。<laughs> <laughs> 厳密に調べて俺今の違いますよとか言われる可能性も高いけど流してそこは, <laughs> そこはね流しましょうか拾っちゃったっていうね <laughs> 例えばすげえいななそうなんでまあまあだからそういうともねまあこれをきっかけにまあまたね気づきとかもありまあ前に進んでいくどこでサポートがあるかっていうことですけどね<う>んでもかんでも言い直しようだろうね 国だとお金がなくなるかもしれない。なそう、うん、ですよね。うん、もうね、いろいろいろんなタイミングがね重なり、まあまあとにかくどこまでっていうことよね。うん、地震で津波だなんだってあれで家が壊れたりっていうことはやっぱ地震と津波がね保険に含まれている可能性は一塵く低く。で今回のケースに関しては。 それよりは高いような気がするから台風はどこまで保険にでまあ叶えるかということが一つね一つ,、ね、つ気になっていること今すごくはい、うん、こういうちゃんと真面目な話もいやでもほら SNS とかでさうち、ん、はもを壊れてもどうしようもないで保険国は保険を、まあ、国のサポートはどれだけあるかっていうことに論点があるけど、うん、その別の問題点としてじゃあ 保険って部分はじゃあどこま確かにうん確かにいやかにだってさもな全然例えばさ俺一家の主だでしょはい一家の主だからい例えば僕死んだら家のローンが全部なくなるわけわかるまあローン払ってるけど、はい、僕が死んだらローンはもう関西になるうああその保険でそうそうそうは<ー>だからこう家族が路頭に迷わないようにちゃんとなってるわけでしょ、はい と同時にあの国民年金当てるからあの二千万が入るわけ。現、うん、われる。その二千万じゃ足りないからということで、うん、みんな保険入るわけでしょう生命保険。うそうですね。うん、だゼロ、だこうそういうことをちゃんとこう知った上で組み立てていけてるかどうかということが大事なんで。でそれを知らずやああだこうだ言うのは知らない。いあるでしょ。うん ここに入ってたねちゃんと家族がいれば入ることで、ね、貴族に0 0 0万ってことなんかは分からないけど、<laughs> 子供たちが小さくて、も普通やん。家ですもん。家じゃん感じの、この状況。<laughs> まあいいんですよ。全然。こ,全然こういう感じですから。ビール欲しいわ。うん

たたまたまなわけねえだろ <laughs> <laughs> 自分で言っちゃったっていう前回はたまたまってずっと押し通してたんですけどね, <laughs> ねそんなこんなでまあとにかくこうん厳密にねどういう状況か知っていくことも我々は次にその災害があってそれを次に生かすためにはそこに対する学びをもっと共有するべきだと思う、うんですはい うん、その今後どうなのか、うん、何はどうやって直していくのか、うん、火災道具はどういうふうに保証されていくのか、うん、それはどれだけの保険適用率なのか、で古い家は入っていないのか。この間、ちょっとお世話になったら伊豆の方がおられて、うんはい、伊豆もひどかったんですよ。あなるほどそこはね、ご実家が全開だったみたいで、えー、でも大き広い家だったんで、保険を入ってなかったらしいんですよ。えー、月々いくらってだから適用で。きない、うん、でそん、うん だからもし火災保険入ってたらある程度サポートするうですよね。とは思うんですけどね,あねだから古い家は入ってない可能性が高く、うんねま、そうですよだってまあ想像もしないですもんね普通は何だろうこういうことがあるっていうのは、うんまあ、そうですよね、うん、屋根飛ぶとかで、ね、途端ちょっと張り替えれば済むぐらいだったら大したことないですけど、うん、けど屋根がねうそん,んって、うん、ああでもあ,あやばいなっていう。うん、ぐららいだだったらまだ ね想像つくじゃないですか、うんまあ。まあ、自分でなんとかできるレベルだったよね。うんうん、屋根がなくなるって。屋根ですよ。すよ <laughs> 本当ですよ。<laughs> い,いっぱいそれがいっぱいねブルーシートだけでまあだからこのラジオを聞いてて、うん、あ,あね今からあ,あそういう準備もね、うん、っていう方も、うん、もちろん。 立て直してしっかり作るのも大事だけどもやっぱその保険っていう部分なんずっと言るな俺保険のこと大事だと思うない, <laughs> いや思いますよ本当に思いますで俺3.11だともう地震保険入ろうかと真剣悩みましたもん<ー>高いんですけどね次々やっぱ12万払っていくっていうのはそんなするんですね年間十何万とかね10万近く出費っていつ来るか,かにいつ来るか分かんない、うん、来たら逆に「あ来た来た!」と思うかもしれない剣 <laughs> 心極まりないな <laughs> そうでもまあそ俺ねそこら辺のね、うん、結局まあそれは保険かけれるところもお金があるところであって、うん、そこにもその大きくかけれないからっていうことで一生懸命生きてる方たちはそれはどんだけ国がサポートできるのかっていうことまた一つ、うん、もう気になってもう心配で仕方がないですよそこら辺はそ<う>だっってて屋根があって生きる 生きようって思う気持ちがどれだけ今耐えてるか、<ー>はい、それどれだけサポートするかっていうのは大事なことだと思って,て思いますよ。<そ>家庭ある身としてはとても、うん。だってね家の屋根がねなえって,、えーってえー、本当にえで <laughs> そういうのまだ経験したことがないんで。うん、まあまあこないに越したことはないですよ、うん、本当に。でもこの前強かったんです。十七号が結構強くて<あ>台風十七号がうんもう。 めっちゃ揺れてました。十七号強いよね。うち。十八号も強い。ね十八号も強いですよ。十八号じゃ十九号も。そうきゃ、戻ってきた。僕は帰っちゃった。僕台風十七号あったじゃないですか。あのツイッターで。沖縄に来るって十七号が知ってたんで。ツイッターで十七号の絵を書いて。風が強いなってアップしたんですよ。考えてる。一緒一緒一緒。でも三日四日ぐらい前ですよね。 もうちょい前かな。この前しゅ,この前しゅ、あ、そっか、そう、沖縄、そっか、そんな。そっか、俺長崎です。腎臓リングで例えちゃうっていう。十六 <laughs> 号。十六号,号も強いっすよ。<ー>一番強いかもしれないですね。実は。実は、あの、隠してたんで。あー、そっか、そっか、そっか。そうだよね。そう、そう、そう、そう。だから、こう、台風の時に。あの、ドラゴンボールは今、実際描いてる豊太郎先生が。うん、この、台風来た時に。 あ今回は二十何号かって言ってオリジナルの人造人間を描いて台風みたいななんか面白く台風のき方も面白くしてるっていうそれたら先生勝手にやっていいんですかそれは書いてましたねそもそものイニシアティブは鳥山先生でしょそうですねボーラの鳥山先生からも許可は得てるんですかね得てるとは思うんですけどそうそうそういう感じでうんあら 絵のうまさでいうと、なんでも、あの転生した、やむちゃんの、あの絵で描いてる人いるじゃないですか。ドラゴンガローリーさんですね。うん。あの人、上手くない?。上手いっす。よ <laughs> 言っていいのかな、なさん、上手いっすよ。<ん>あっちの方が上手いっすよね。めっちゃ上手い人。見ました。見た、見た、見た。ああ<ー>。<laughs> 伊豆健さん、見ました。え、見てないです。あ、見たのかもしれないですけど、名前までは。知らなかったので。すごく。超上手いの。特徴がね。あの、まさに鳥山先生タッチなんですよね。あの絵が。そうなんですよ。で。あの、ストーリーもすごく。 よくできててね。よくできてました。高校生がなんか事故って、あ話長くなりそうですけど大丈夫ですかね。わかんないな。じゃやめようか。あのアイデンティティの人も上手いですよ。上手いです。そのイベントで配ってましたもん。やめろや好き勝手喋る。いやドラゴンボールだったらいいのかなこのドラゴンボールつながりで言うと、えっと沖縄に毎年野沢雅子さんが来てい マジっすかまあ本当に沖縄コミコンっていうイベントがあるんですよ、うん、で大体10月か11月、えー、で今年も来るっていう噂を聞いてて、うん、だからすごい今年も会えたらいいなと思ってえすごい,すごいちょっと生で見たいなすごいいい本当にいい方です、えー、僕お会いして喋ったことがあそうなんですかで人格者でしょう、うん、え ったっすし作品はたたたり。もう今だったら「ゲーゲーゲーの鬼太郎」の「目玉の親父もやってたりとか、まあ、そっち側になっちゃったんだね鬼太郎から目玉の親父になって僕があの2年前に初めてお会いした時にちょっと声かけてあのその沖縄コミコンっていう会場の場所があって僕すごいおしっこ我慢しててトイレ探してたんですよね。トイレを探してて <laughs> なぜか道に迷ってその会場が広すぎてでそしたらトイレと思ったとこが関係者の入り口だったんですよでガチャって出てきたら野沢雅子さんが出てきたんですよでイベントの真っ最中だったんでお客さんはみんな気づいてないですよね野沢雅子さんがまさかここにいるっていうのはみんな違うとこ見てるんでこの間行ったキャンプの時それ同じので蝶野さん出てきました俺蝶野さんバカかキャンプじゃ カープのねああカープのあっ出てきたんすかたまたままあ別になんかインタビューしようってあそうなんですかみんな向こう向こうを通ると思ってはいキャンプに来てる人が困ってですよっていうのはありましてその時ってラッキーって思いませんラッキーと思いましたまさかのですよねそういう時ってみんな気づかないですよねみんな気づかないですおーみたいなこの瞬間まさに 岩瀬さんと同じ瞬間で,で野沢さんのもちろん周りにはあのマネージャーさんとかもたくさんいらっしゃって SP もいましたで5人くらいいたんですよねであまりにもこんなチャンスないと思ってもう絶対二度とないと思ったんであの僕もしよかったら握手していただけませんかって言ったんですよそしたらスタッフ周りは止めたんですよね すみたいなまあそれは仕事でね仕事なもんでね止めるよね止めてあちょっと野沢さんの感情は関係なくまず止めるまず止めてすいませんちょっと急いでるんでみたいなで野沢さんが「いいです」と「やります」握手僕私やりますって言って握手してくれてでこのあとイベントあるから絶対来てくれよなって言ってくれてあやばいやばい 洗えなかったです。震えました。うお。やばいよね。やばいっす。今聞いただけでちょっと今取りが。僕はこの服だったんですよ。そして。だから、気使ってくれたのかなとかいろいろ。絶対来てくれよな。優しいね。優しい。すげえ。それすげえ。喋りながら震えてますもん。思い出しちゃった。思い出すだけでもう震えが。すごいね。すげえ。やばい。本当に。いい人で。パワフル。 もう80歳とか年齢関係なしにもお若いですなるほどちょっとずつ16号に近づいて16号改造して人材に永久にそうですね大役は絶対渡さないとこの仕事は渡さないと本人は107歳までは悟空の役やりたいって言ってたんでリアルじゃない年の年齢が100歳とかじゃなくて107って言ってたんで あきっとやってくれるでしょうっていうなるほどはあすごいな面白いですねあの逆に聞きたいですけど例えば初めてお会いした芸能人ちっちゃい頃とかでもいいんですけど何かありますそう初めて会っておおみたいな感じうちの近所でやってた握手会にカーブの高橋紳子さんにサインもらいに行ったねちっちゃい頃ですか小学生とか小学校の時おお もう,じゃもうお宝ですね。えっマジですかなぜに <laughs> 子供子供ってなんかあげちゃうでしょ大事な何か,か友達とかに大事なものあげたくなる気持ちはありますだだなんかこう自分の自尊心を感じてしまったのが、はい「これ今求められてる」みたいな感じで「いいよ」みたいな感じだった気がする。 あ後悔は後悔でしたけどね、まあ、もらった方もすごい、まあ、思い出には多分残ってていやちゃんと持ってんのかとか,か <laughs> とかとか県さんは、えー、僕幼稚園の、はいまあ、そんなに記憶ははっきりしてない別にサインとかもらったわけじゃないんですけど、はい、幼稚園の同級生の,、まあ、あのおばさんが原田知世さんやったんですよおええい。えー <laughs> はい、原田知世さんが幼稚園に来たんですね、えー、すごいですね っていう思い出がそうで、なんかみんなで写真撮ったっていう。もう、もちろん、もちろん、もう三十年、三十、うん、年ぐらい前ですよね。まだ、まだ全然です。もう全然の時。だから、もう、なんか、まあ、あなたの番ですとか、ドラマ見てる時も。ー出てると思って。すごいっすよね。うん、原田知世さんってね。若い、もう、ずっと若い感じが。もう、五十。くらい。そうですね。ぐらい、多分。何、うん、な,なんすか、その。ああいう、石田。ね。はい。石田姉妹も石田さんああ、姉妹です。ね。 恐ろしいですね。あんな何何してるんですかね。のなんでしょうね。サイボー数ですか。十六 <laughs> 号じゃないですかね。<laughs> めちゃめちゃ綺麗でしょだってみんな。綺麗です。どうやって、うん、その保ってるんだろうっていう不思議さがありますね。ねでもそれぐらいしかでも記憶にでも言ったら去年僕そのドラマにちょっと出たときにえ。えドラマですか。はい、出演なさったんですか。あ,あの NHK の ドラマにちょっと出たんですけど。あ、伊豆健さんアーティスミュージシャンじゃないですか。なんでもなんでもやさす。あ、そうんですか。ミュージシャン俳優もしたんですよ。でそれで主演が漢字やしょるさんやってね。いつも僕の横でマウンド取うとか。二本も三本も。だからなんかこの結婚のニュースがね。はい。感じやさ勝手に身近にあっと思って。感じやさん素敵な方だよ。素敵な方だなと思って。いやいや結婚のニュースさっき伊豆健から聞いて。 普通の芸能人の結婚とか別ああそうなんだってしか思わんけどやっぱちょっと肝心屋さんはもしかみたいなやっぱちょっと一緒にお仕事をしたからなんかちょっと前のめりに家で拍手しましたへえ何の目ですか何の目ですかいやいやいやピッコロだったら目からビーム出したら怖い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 怖あとあとい怖い もう、あの、トークが、あ、もうおしまいかい。あっという間ですよ。もう、じゃ、また、またな。さあ、あと10秒ですね。本日いかがでしたか。楽しかったですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。また、ぜひ来てほしいです。いいとも。いってほしい、きます。あ、いつけ、いや、また来てくれよな。とかじゃないんだなと思って。あ、きますよ。また来てくれよな。ありがとうございました。会社は、会社は特に用意はしてない。ありがとうございます。